ってかもんな。そっちだな。見てから喧嘩売れっつ。そっちだな。メッセージ？誰から？八神隆之。俺はタボって呼んでる。俺の雇い主で、まあ相棒みたいなもんだ。強いのか？まあそれなりにな。って言ってもまだまだ俺にはかなわねえが、多分。へえ、その感じだとその人も相当強いんだな。ま、背中預けられるくらいにはな。今度機会があったら紹介するぜ。カイトーのおっさんの相棒か。会ってみたいな。よう、東。あれ、カイトーの兄貴、その子誰です？シャルルで騒いでたってガキがいただろう。こいつがそうだ。ああ、この子が例の。なんで兄貴がそのガキとつるんでるんです？まあいろいろあってな。こいつの母ちゃんを探してる。ミキコだ。え、それじゃあこの子ミキコさんの？ああ、で調査の結果ミキコが生きてたことが分かってな。そうですか、よかったです。ふん、
なるほど、この人が東くんか。母ちゃんの日記にも書かれてたぜ。まだちょっと頼りないところがある弟分なんだよな。え、ミキコさんがそんなことを。あの子悪ぶってるけど優しいし、度胸は今一つだし、ヤクザに向いてないんじゃないかとも書いてあったぜ。な、東、今度ミキコと再会したら店長として立派にやってる姿を見せて見返してやれ。もちろんです兄貴。星野君、今日は一人か。ええ、沙織さんも外出していて。あれ、カイドさん、その子は。依頼人だ。こいつの母ちゃんを探しててな。へえ、お母さんのために自分で依頼に来るなんて偉いね。ちゃんと依頼料だって用意してきたんだぜ。2000万の腕時計だ。2000万の腕時計？冗談だよね。本当らしい。親父さんがでかいベンチャー企業の社長でな、コレクションをくすねてきたんだとよ。君、よかったら今度お父さんに僕を紹介してくれるかな。顧問弁護士とか必要だったりしない？は？星野くん、お前な。あ、やだな、冗談ですよ。
ったかもな。そっちだな。狙いを決めて
ってやるぜ。よし、飛ばすぜ。おりゃ、わっしゃ。海藤さんに、純くん。一応報告に来たぜ。なるほど。カムロ町の連続エリート殺害事件の背後には真犯人が他にいると。動機はやはり復讐でしょうか。夏目家放火事件の犯人であるグレン会創設メンバーへの。わからねえ。五十嵐の野郎がいろいろと知ってるようだった。詳しい話をこれから聞かせてもらうところだ。そうですか。白川さん、あんたはまだしばらくカムロ町にいるのか。ええ、せめて美希子さんが戻ってくるまでは。もう千葉の家に戻ったっていいんだぞ。後のことは俺に任せてくれ。いえ、私にはまだやることがありますから。なあ、やることって風俗？違いますよ。てか、どこでそんな言葉を覚えたんですか。まあ、しばらくカムロ町をうろついてたからな。まったく、教育には良くないですよ、この町は。Thank you.
相手見てから喧嘩売れっつうの。おお、いくらか。何見てんだ。ちょっとは運動になったかもな。どっちだろ。相手見てから喧嘩売れっつう。いくらか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。